こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは後継2世。綺麗なスタートを切りました。アイルトノーブル前に行きそうです。後継2世それに続いています。さらにはジョリーズヘイロー、3番ダンスインザドーム、その後ろストレートコース、後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭からアイルトノーブル先手を取りました。1番後継2世、2番手を追走しています。デストパルすぐ後ろ並んで、7番ジョリーズヘイロー、ダンスインザドーム、そのうちに続いています。その外にオリンピオ並んで、8番シグナルエイコー、ブリリアントシャトー、この馬もこのグループ、ストライクザゴールド、そのうちに続いています。その外にジェネラルミーティング、さらにはストレートコース、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番アイルトノーブル、2番手は後継2世、絶好の手応えです。ダンスインザドーム、3番手後継2世、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってプレザントタップ、プレザントタップ、先頭2番手はジョリーズヘイロー、残り 200m、 プレザントタップ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ストレートコース迫る、プレザントタップ、プレザントタップ、1着、2着にはどうやらストレートコース、勝ったのはプレザントタップ、見事な勝利です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、バラードクイーン前に行きそうです。マジックナイト、それに続いています。さらにはムーンライトカット、14番フリートダイヤ、その後ろシャイニングキャリー、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭からバラードクイーン先手を取りました。9番イクノディクタス、2番手を追走しています。その外にフリートダイヤ、その外からカフェオペラ、並んで4番セーヌブリザード、その外からセイントドリーマー、その外にマジックナイト、並んで12番サウステースト、フーヨンガ、この馬もこのグループ。もう一度先頭から見ていきましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはイクノディクタス、すぐ隣にバラードクイーン、その横にグロリアボールド、セーヌブリザード、すぐ後ろその外にマジックナイト。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先頭はイクノディクタス、短期の逃げに持ち込めるか。並んで3番グロリアボールド、その外にフリートダイヤ、その隣にカフェオペラ。さあ先頭は依然として9番イクノディクタス、イクノディクタス、さらにリードを広げました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。イクノディクタス先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 イクノディクタス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はクーヨンガ、イクノディクタス1着、イクノディクタス完勝、イクノディクタス1着、2着はクーヨンガ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、フォワット KT リド前に行きそうです。センターサイクロン、それに続いています。さらにはフライトシルエット、7番マーリン、その後ろダンスーズデュソワール、後ろからになりそうです。
先頭に戻りましょう。マンハッタンスタイル先手を取りました。2番西のフラワー2番手を追走しています。その外からセンターサイクロン、内からはフライトシルエット、その外からフォワット KT リド、その隣にマルターズチャンネル、シャダイイード、そのうちに続いています。内からはマーリング、その外からハイランドスティンガー、内からはカルチャーバルチャー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前に戻りましょう。西のフラワー先手を取りました。先頭は依然として西のフラワー、西のフラワー。さらにリードを広げます。2番手はマンハッタンスタイル。さあ西のフラワー、このまま逃げ切れるかどうか。西のフラワー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はマーリング、あと 200m。 西のフラワー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はマーリング、西のフラワー今ゴール。段違いの強さです。西のフラワー1着、2着はマーリング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。西のフラワーまさしく日本が世界に誇れる馬です。札幌競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ベガ前に行きそうです。これに続いてエンドラスター、その外から日高デッキ、青の帽子ケイポジェノー、その後ろすぐ隣にハワイアンカップ、最後方にレアバーン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、2番ベガ依然として先頭です。2馬身から3馬身のリード、少し離れてエンドラスター続いています。すぐ後ろにエアバーン、並んで4番ケイポジェノー、しんがりからハワイアンカップ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はベガ、2番手の日高デッキ、先頭を捉える勢いです。エアバーン3番手、さあベガこのまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はベガ、離れて日高デッキ、エアバーン、その後ろケイポジェノー、その後ろ最後方からエンドラスター。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ベガ先頭、後続は大きく離れました。2番手は日高デッキ、これは強い。2番手はハワイアンカップ、ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。ベガ直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭変わりました。先頭はナイスネイチャー、ナイスネイチャー、先頭オースミロッチ、ナイスネイチャー追いすがります。オースミロッチゴールイン、オースミロッチ1着、2着は微妙です。オースミロッチ見事一番人気に応えました。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭はトロットサンダー、トロットサンダー先頭、トロットサンダー先頭、2番手はノーブルハウス、トロットサンダー1着、トロットサンダー完勝、トロットサンダー1着、2着はノーブルハウス。これは桁外れの強さだ。トロットサンダー